コルク。コルクはコルク菓子の樹皮のコルク組織を剥離して加工した弾力性に富む素材の総称である。空気をよく含み柔らかい。当項目ではコルクに似せて作った合成素材の合成コルクについても記述する。コルクは本来はコルク菓子の樹皮である。コルク菓子は地中海性気候を好み南ヨーロッパや北アフリカに分布する。 イベリア半島をはじめ、イタリアなどでもコルク製造のために栽培される。主な生産地はポルトガルであり、全世界の生産量の約52%を占める。その他、スペイン、イタリア、アルジェリア、モロッコ、チュニジア、フランスなどで生産される。世界のコルク林面積は約228万ヘクタール。その内訳はポルトガル、スペイン、アルジェリア、 モロッコ、フランス、チュニジア、イタリアである。なお、コルク菓子は、コルク層の最終目的だけではなく、ボーサリンとしても植えられている。生物学史では、ロバート・フックが、コルクの断面を観察し、多数の小部屋を見つけて、これに、セルと名付け、これが後に、細胞、セルの5に使われたことから、細胞発見の素材としても知られている。 採集する際に形成層などの生きた組織を傷めないように樹皮の実を灰で製造する。コルク菓子を食事後、数年を経た段階で、第一回の剥ぎ取りを行う。この時に得られた樹皮、バージンコルクは表面が亀裂や凹凸に富み、加工製品の素材としては適さない。そのため、 ヨーランのような熱帯性の着生植物を着生状態で栽培する時の植え付け剤として用される。その後は数年ごとに再度厚く成長した樹皮を剥ぎ取っていく。この2回目以降に得られた樹皮は表面が平滑な均質性の高い材質であるので打ち抜いてワインなどの瓶の線を製造する。剥ぎ取られた樹皮はまず高温蒸気処理を受ける。これによって樹皮は弾力を増やし、 丸みが取れて平らになり、打ち抜きやすくなる。打ち抜かれて残った樹皮は粉砕された後に接着剤と共に圧縮され、圧作コルクとして利用される。なお、コルク菓子の他には、日本に自生するアベマキからもコルク層を収穫することができるが、コルク菓子に比べて質は劣る。発泡プラスチックのように多孔質で、弾力性があり水をほとんど通さないが、通気性はわずかにあり。 保温性に優れている。天然ゴムが広く知られるまで、欧米圏における干渉剤や密閉剤として重要なものであった。現在の代表的な利用としては、ワインの瓶の線が上げられる。ただし、この用途に用いられるコルクは、コルクの全体消費量の約15%に過ぎない。しかし、収入においては66%を占めている。なお、バージンコルクは、 型が悪いので、ワイン線には普通使われない。コルク線を打ち抜いた後の破材は、粉砕して、成形加工され、フローリング用床剤や断熱材など、様々な用途に供される。コルクは精密機械の干渉マウントなどとしても、重要な素材であった。近代以後は、 成形自由度が高く高度のコントロールも可能で、また安価な天然ゴムや合成ゴムにとって変わられて、いったが、現在でもまだ火星素材に比べて、火素材の進出がない、紫外線に強いといった長所があり、三脚のカメラマウントなどの高級品では、コルク板が使用されることがある。また、自動車のエンジン、ガソリンの配管や水洗便所などの配管のパッキンの素材として、 使用されているものもある。多項構造と弾力性により、針を一度や二度刺した程度ではほとんど、跡が残らない。これを利用し、メモなどをピンと目する、掲示板、コルクボードとして用いられてきた。より安価な合成発泡素材のボードや、損耗がないマグネットボードが普及した現在でも、ボード自体を、コルクの風合いを生かしたインテリアとして用いられている。オーボエ。 クラリネット、ファゴットといった木管楽器の接合部分にもコルクが用いられ、楽器内部の密閉性などに大きく関わってくるため、音色など楽器のバランスに重大な影響を及ぼす。野球の公式球の真、バドミントンのシャトルなどが挙げられる。バットを改造してコルクを詰めることは野球規則で禁止されている。これはコルクの反発係数が高いためである。 2003年にはサミー捜査がそのバットを使用し、罰金と出場停止処分を受けたこともある。ルアーやフライフィッシング用の釣竿のグリップ部分にもよく利用される。滑りにくく竿の感度がダイレクトに手に伝わり、水濡れにほとんど影響されず、何より風合いが良いため、多くのルアー釣りやフライフィッシング愛好家に好まれている。最近では、 アクセサリーの素材として利用されることもある。中国などではコルクの板を彫刻して立体的な彫刻画が製造されている。鉄道模型においては粉砕コルクを成形加工したものをコルク同章として主にレイアウト制作において使用するほかバージンコルクの表皮の質感を生かして岩壁を表現するのに用いられるコルクロックという名称で販売されている。また、 各種の大きさに選別した粉砕コルクが、コルクパウダーという名称で販売されており、これらは岩や石、バラストの表現に用いられる。コルクの代替品として、プラスチックなどの合成素材で作ったコルクのような物質は、合成コルクと呼ばれる。合成コルクの商品としては、ンコークやノーマコークなどが存在する。 合成コルクは主にワインの瓶の線として使用される。安価なワインに使用されることが多いが、コルク菓子から取ったコルクが天然素材上に微生物による汚染、それによってカビ臭、ブショネなどと呼ばれる不快な匂いがワインに移ってしまうや、コルクダストなどの問題が存在するのに対し、合成コルクにはそれらの問題が存在しない。 ポルトガルの最大手コルク製造会社アモリンによると2017年に世界で生産された瓶入りワイン約190億本のうち70%以上に天然コルクが使われた一時期下がっていた天然コルクの比率は2010年以降再び高まっているこれにはワイン消費量が増えている中国で天然コルク栓が好まれていることが背景となっている中国人は 天然コルク栓を開けてワインを飲むことが伝統を重視する文化的な行為と考えているほか消費財で偽造品が横行している中国において高級ワインで詰め替えを行った場合合成コルク栓やスクリューキャップと比べて底部のシミや側面の膨らみにより熟成状況がわかる天然コルク栓は判定しやすいためである楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。